SB、何度か山川穂高と面談したが、彼は心の底から反省していた。山川は FA 健康士を表明した際、ファンへの謝罪とともに、野球から離れることだけではなく、社会から離れることまでも考えました。それでも、私の心から消えずに残り続けたことは野球がやりたい。野球をさせていただきたいという答えでした。と心中を吐露した。世間の猛バッシングを真正面から受け止める覚悟で、野球しかないとの結論に達した。セカンドチャンスの権利を得る山川にとっては、最高の球団であることは間違いない。尊敬してやまない王会長の存在は人として、野球人として、改めた生き方を実践する上で拠り所となるはずだ。大きな器で知られる王会長にとっても、山川は現役では数少ない打撃論を交わし合う間柄で、野球への情熱を認めてきた選手。グラウンド外の過ちを一時が万事とするか、後人として立ち直る姿を社会に問い続けるか、王会長が温かい眼差しで山川の進退、決断を見守り続けていたことも事実だった。バカじゃねえの。なら示談しようよ。反省してるなら真摯に和解して示談金払うのでは。反省した他政府なのか？やばない？ソフトバンクで活躍することが罪滅ぼしやね。にっこり。本来はベンキー席で6億とか狙ってたんやろうし、反省じゃなくて後悔やろう。ソフバン対小判の問題なしやからな。モチベが女あさりやったやつがそれを抑えて活躍できるんかな。反省とか1ミリもねえだろ。すぐ手下作って同じことするわ。そこまでイカれてないっていうか笑い。ご視聴ありがとうございました。